これはルーズボール、どちらキープする、あっとウルグアイだ、この辺りはドリブル、個人技でフリーになった、前川、前川抜かれた、10番レコバ、アルバロレコバ同点ゴール。前半24分、レコバのシュートが決まって1対1です。この辺りのテクニックというのは西野さん、やはりこの南米チームのテクニックですよね。そうですね、非常に柔らかいですよね、オーラも非常にいい形で最初体を入れてですね、対応できたんですけどね、はい、うまく体をすり抜けられてシュートまで持ち込まれましたけど、まさに個人技で1点を奪い取りました、ウルグアイ。こういう形がウルグアイのお家芸、ウルグアイの一番得意な形です。レコバにボールが出る、しかし日本のディフェンスすでにほとんど帰りました、すでに形が出来上がりました。レコバ左足、レコバの左足のシュート、右に流れていきましたが強烈でした。あー、ここはちょっとカズトのパスが合わなかった。レコバが出る、レコバがドリブルで入ってきた、ペナルティエリア内、完全にこの辺りはレコバの個人技、個人技で持っていく、10番レコバ抜けた、シュート、強烈なシュート、なんとか弾いた、よく弾いた、前川、前川が弾きました。しかしこの10番、津波さん、いい選手ですね。いい選手ですね、さすがにウルグアイの10番をつけているアルバロレコバ、ここで活躍すればもしかしたら J リーグで高額で雇ってもらえるかもしれないって気持ちもあるんじゃないでしょうか。そうでしょうか。ヘッド、おっと前川です、ドリブルで持っていて、またレコバ、レコバ左足も強烈だが、あっとこれはスルーパス、あっとオフサイド、オフサイドです。すごいパス出しますね。今日はウルグアイの方はレコバが本当にオフェンスで大活躍です。世界のクラブチームが今注目しているんだというふうに監督も話していましたが、1メートル93センチの19歳、この頭に合わせた、あ、しかし足だ、アブレウの長い足が出ました。そしてシュート、あーっと決まった、3点目、その差が1点になりました。10番のレコバ、今日2点目です。日本の数ゴールゲッターが2点を取れば、ウルグアイのストライカーレコバも2点目、その差が1点と縮まりました。さあ日本苦しくなりました。いや、しかしあっという間の西野さん1点差、そうですね、前半と同じような形でボールがないときですよね。